今日東京では8,131人の新型コロナの感染者が確認されました。10日連続で前の週の同じ曜日を下回りました。東京の新規感染者は10歳未満から100歳以上の8,131人で、先週の日曜日と比べると1,158人減り、10日連続で前の週の同じ曜日を下回りました。 重症者は昨日から1人増え6。3人です。重症者用の病床使用率は昨日時点で22.8%で、全体の病床使用率は今日時点で41.6%となっています。また、70代から90代の男女9人の死亡が確認されました。